Yeah, let's go. Perfect. Thank you so much. お世話になっております、タタです。今私はですね、アメリカネバダ州ラスベガスで開催されている CES2020 に来ています。そしてこの会場ではですね、キヤノンのフラッグシップカメラ EOS1DX Mark III がですね、サプライズで初展示されるということなので、今から早速キヤノンのブースに行ってみたいと思います。今ここはですね、 LVCC ラスベガスコンベンションセンターという場所です。こんな感じでモノレールが走ってたり、ヘイグーグルの文字も見えますね。ちなみになんでヘッドホンつけてるのかってちょっと気になる方いらっしゃるかもしれないですが、今回はですね、展示会場でかなり周りが、騒音があるのでですね、ここにマイクをつけています。ピンマイクをつけているので、その音をですね、自分でリアルタイムでモニタリングしながら、周囲のね、ノイズの状況を聞きながら撮影をしているという状況です。なのでヘッドホンをつけています。さすがにね、ノイズゼロにはできないですけど、カメラにね、ショットガンマイクをつけて撮るよりも多分こっちの方が聞きやすいです。さあ、いよいよキャノンブースにやってきました。こんな感じでですね、キャノンブースのところはですね、ファッションショーのランウェイみたいな場所があって、そこを歩くモデルさんをですね、このカメラで撮って、そのプロのカメラマンの人のね、実践さながらに撮影ができるという仕掛けになっています。あと後ろにはね、こんな感じで望遠レンズをつけた 1DX Mark III も置いてあってですね、テスト撮影ができるようになっています。ちなみに完全に記録メディアを入れるところはですね、テープで止められていてですね、テスト撮影をしたデータはですね、残念ながら持ち帰れないようになっています。すごい連写、すごいですね。ミラーの上げ下げがあって秒間16連写ができるというですね、スピード仕様です。 Hey, now you ready? This is 20 frames a second live. Okay. ライブだとですね、20フレーム、秒間20フレームで撮影できるそうです。 Okay, let's go. これがですね、秒間20フレームの撮影です。 Thank you so much. さあ、というわけでハンズオンブースにやってきました。改めてですね、このカメラ、動画のところで言うとですね、12ビットローで 4K60fps、フル HD120fps の動画が撮影できるという強力なマシンです。もちろんね、スチールカメラとしてもね、強力、ものすごい性能がありますが、私はですね、主に動画を撮影する関係で、この動画ではですね、動画の性能、機能について主にご紹介していきたいと思います。ちなみにですね、このカメラのスペックに関しては、今回の動画でコラボしているですね、価格 .com マガジンさんの記事に詳細があります。なのでスペックとかですね、特徴についてテキストや写真でご覧になりたいという方は、この動画の概要欄からチェックしてみてください。ではですね、行きましょう。キャノン EOS1DX Mark III ハンズオンレポート in CES2020 ということでね、早速見ていきましょう。中身としてはですね、有効画素数2010万画素のフルサイズイメージセンサーと新型映像エンジン DIGIC10 を採用しています。防塵防滴のマグネシウムボディにですね、EF マウントですね、RF マウントじゃなくて EF マウントを備えた、完全にね、プロ用の、そしてキヤノンのですね、フラッグシップ、モデルでございます。本体のサイズでいうと、158×167.6×82.6mm ですね。重量はですね、1440g、約 1.44kg という。前モデルのですね、1DX の Mark II からは 90g 軽量化されているそうです。こうやってね、実際に手に持ってみると、当然ね、ずっしりとした重量を感じることはあるんですけれどもね、このグリップのね、握り心地が、ね、非常にですね、もうがっつり握り込めるという形になっているので、なんていうのかな、ホールド感は素晴らしい。そしてですね、フルサイズ用の重量のあるレンズをこちらにつけますので、ね、これくらいボディがね、がっしりしている、重量感、重みがある方がね、構いやすい、こう思った時にフロントヘビーにならないバランスの良さみたいなのはですね、感じますね。あとですね、このカメラの新しい特徴として背面にですね、スマートコントローラーというものが搭載されました。でこれはですね、シャッターボタンと同じで半押しにすることでフォーカスを合わせることもできるんですが、それ以外にですね、なんていうのかな、タッチ機能があって、ここを、ね、指をスライドさせることでフォーカスポイントを動かせるんですね。
残念ながらちょっとこっちのライブビューで見ることができなくて、このビューファインダーの中を覗いてね動かすと、あの赤い四角がねスッと、もうすごいねスムーズに動いてるのが見えます。あのここでもね当然フォーカスポイント、即拠点動かすことができるんですが、こっちの方がですねはるかに早いです。見えるかな、見えるかな、こんな感じですね。ちょっとカメラに映すのは難しいですが、親指で動きに連動してスッとね赤い点が動いているのがねご覧いただけますかね。素早く速球点を移動できるというこのねボタンが新しく追加されています。で上のこの、軍艦周りはですね、全モデルとほとんど変更はありません。なんであのプロ用のカメラということで大きく操作性を、ね、変更させることなく、あの 1DX シリーズの使い勝手というものをですねきっちり残しているということですね。背面のですね、背面のここですねには CFA エクスプレスのスロットが2つ入っています。完全にねプロ仕様ですね、超高速の記録メディアが使えるという仕様です。 SD カードは入らないですね。バッテリーに関してはですね 1DX の Mark II と同様のものです。なので、前モデルでですね予備のバッテリーたくさん用意されていた方にはですねグッドニュースなんじゃないかなと思います。側面を見ると、左側1列目ここはですね、イーサネット用の端子で、ここが、USB-C のポートと下がですね HDMI ミニのポートがあります。あとはシンクロ端子ですね。あ、ちなみにですね HDMI のミニポートはですね 10bit422 でクリーン出力ができるので、例えばですねアトモスとかのレコーダーにつないで、記録をすることもできます。マニュアルの、フォーカスをしたときにガイドする機能が出てまして、今ね小さくこの部分に、ね、三角形が出てると思うんですが、これはですね、フォーカスがあったときに、緑色になります。でね、合ってないときはですね白い三角形になるんですね。で、三角形が離れてれば離れてるほどフォーカスが合っていないということなので、直感的にですね、フォーカスの位置を見ることができるというふうになっています。あとは、いくつかこのカメラについてブースでね、質問させてもらったんですけれども、合計、60フレームで撮影したときにですね、デュアルピクセルオートフォーカスが、機能するのかというところなんですが、スーパーサーティーファイブモードでは、4K6 フレームでも使えると。ただし、フルサイズになると両フォーカスは効かないですね。ピントを1回合わせたらそのままずっと回り続けて、撮影している間にオートフォーカスが効くということはないと。フルサイズで撮ると効かないと。ただ、秒間24フレームと秒間30フレームであれば常にデュアルピクセルシモスオートフォーカスが効くと。まあですね、あのキャノンの殿下の宝刀ともいえるですね、ものすごく正確で速いオートフォーカスがですね 4K30 フレーム24フレームで使えると。しかもですね両ロー動画ですね撮影するときに使えるというのはかなり強力だと思います。もちろんフル HD のスローモーションで撮影をしたときでも使えます。でですね、このカメラ、ロー動画の、内部記録にも対応しているんですが、そのローの形式はですねキヤノン独自の、ローだそうです。あのブラックマジックとかアップルのプロレスローではなくてキヤノンの独自のローだそうです。でですね、カメラの中で圧縮をかけるとその、カメラをですね、映像センサーに負荷をかけてしまうので、熱の問題とかがあるということで、カメラの中での圧縮はですねあえてしないと、非圧縮のローを取るという仕様になっているそうです。で、5.5K ですね。で、60フレームの動画を撮影した場合ですね、ロー動画撮影をした場合にですね生成されるデータサイズの目安はおよそ 64GB になるそうです。ロー動画の編集に関してはですね、現在、今日時点ではですねキヤノンの専用のソフトウェアでしかできないんですが、将来的にはアドビのプレミアや、ブラックマジックデザインのダビンチリゾルブ、そしてアップルのファイナルカットプロ10などで、対応するという見込みになっているそうです。で動画の連続撮影可能時間に関しては、29分59分、ざっくり30分という制限がありました。でですね、この形ですね、これはあのミラーがある、デジタル一眼レフカメラですから、ミラーがない、ミラーレスカメラというのは、ね、出るのかと、同等の仕様のものが出るのかと話を聞いたんですけども、それは、言えませんというふうに言われてしまいました。笑というふうな回答でした。というわけでですね、今年2020年はですねカメラメーカーにとって最も重要はねオリンピックイヤーでございます。いや、その中でもですねキヤノンが発売するフラッグシップのカメラですから、本当に重要なね1台なわけですね。で、2019年に関してはちょっとキヤノンのカメラはねスペックそんなにパンチが効いたものが出なかったなと。
出し惜しみというわけじゃないかもしれないですが、そんなに強みを感じるというか、抜きに出たものがなかったんですが、2020年の一発目はですね、本当に強力なカメラが出てきたと。秒間16枚の、ね、写であったりとかね、12ビットロー動画の撮影、まあね、シール機としても無機としても本当に、ね、強いものが出てきましたということ で、 ですね、これに続くモデルですね、でもね、大いに期待を持てるんじゃないかなというふうに思います。そして EOS Mavic Mark III なんですが、発売予定は2020年の2月中旬、そして、ね、直販価格が88万円税込みとなっています。ということで、キャノンのですね、CS2020 年度、ブースからのレポートは以上です。この動画の内容が気に入っていただけたら、ぜひ評価をお願いします。そしてですね、チャンネル登録もお忘れなく。ではまたインターネットのどこかでお会いしましょう。バイバーイ。